グラント軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の北部レッド川バレーに位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,309人であり、2000年の18,698人から19.3%増加した。軍庁所在地はコルファクスであり、同軍で人口最大の町でもある。グラント軍はアレクサンドリア大都市圏に属している。 1940年から1960年まで多くのアフリカ系アメリカ人がよそでのより良い環境を求めて軍を離れたために人口が激減したが近年は経済の転換を果たし州内でも人口成長率の高い軍になっている。グラント軍図書館、グラント軍保安官事務所、コルファクスリユニオンナーシングリハビリテーションホームグラント軍は 当初人口の多い南のラピッツ軍に属していた。南北戦争の前に活動の中心はカルフーンズランディングにあった。この地はサウスカロライナ州生まれのメンカと砂糖の農園種メレディスカルフーンにちなんで名付けられていた。カルフーンはまた軍長所在地になったコルファクスでナショナルデモクラットという新聞を発行していた。グラント軍はレコンストラクション時代に 州内で共和党を決闘するために創設された新しい軍の一つだった。1869年に設立され、当時は解放奴隷がいくらか多数を占めた。アメリカ合衆国大統領、ユリシーズ・グラントにちなんで名付けられた。軍長所在地のコルファクスは、グラント政権の初代副大統領で、インディアナ州出身のスカイラー・コルファクスにちなんだものだった。軍内には、 面下のプランテーションや松林が広がっていた。レコンストラクション時代に白人が社会を支配しようとしたので、かなりの暴力差が起こった、レッド川沿いにあるいくつかの地域の一つになった。1872年の州知事選挙は論争となり、二つの政党が地方役人の名簿を認証し合った。この選挙は、最終的に共和党候補者の当選となったが、特定地域では、 論争が続いた。緊張が高まる中で、共和党の役人がコルファクスの軍庁舎でその任に就いた。彼らは解放奴隷と周兵に守られ、民主党の軍政散脱を恐れた。1873年復活祭の日曜日に、白人が民兵隊を組織し、軍庁舎に進軍してくるという噂が広まった。 その後の暴力沙汰で3人の白人と120人内し150人の黒人が殺された。その中には囚人として囚われていた50人が含まれていた。20世紀の歴史家はこの事件をコルファクス暴動と名付けているが、当初ルジアナ州はコルファクス虐殺と呼んでいた。死体のいくらかが川や森に投げ込まれたので、解放奴隷の死者数は確定していない。 白人民兵隊は元南軍士官であり戦争捕虜としてオハイオ州のジョンソンズアイランドに囚われていたクリストファー・コロンバス・ナッシュが指揮していた。グラント軍など隣接軍の退役軍人で構成されていた。翌年、ナッシュは民兵隊の多くを集め白人同盟の最初の支部を作った。州内では他の支部も急速に成長した。民主党を支持するために 白人同盟が行った組織的暴力には国人有権者に対する脅し行為も含まれていた。この白人同盟は1876年までに民主党が州内の支配力を取り戻すために大きな力になった。その後まもなく黒人の選挙権剥奪が進み、1960年代半ばの公民権運動が終わるまで続いた。アメリカ合衆国国政調査局推計によれば、 グラント軍は2001年から2006年の5年間で、ルイジアナ州中央部でも高い人口成長率を示した。ラピッツ軍が1.7%だったの対し、グラント軍は4.3%だった。隣接するウィン軍などは逆に減少していた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は665平方マイルであり、 このうち陸地645平方マイル、水域は19平方マイルで、水域率は2.93%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アメリカ合衆国刑務所局ポロック刑務所が、軍内ポロックに近い未編入領域にある。グラント軍ズグラント軍教育委員会が、軍内公立学校を運営している。ありがとうございます。